本作で声優に初めて挑戦されましたニクコちゃんの娘キクコの声を担当されましたココミさん、お願いいたします。すいません今日は緊張しないようにね、はい、すいません、すっごい緊張します。ちょっとかなり緊張してるんで申し訳ない、はい、すいません。ココちゃんどうぞ。配信を見てくださってる皆様、今日お越しくださった皆様、ありがとうございます。本当に神秘的な美しさと本当に心に触るすごいハートタッチングウォーミングな作品です。ちょっと落ち込んでダウンになってる今、ちょっと見ていただけたら嬉しいです。はい、以上です、はい、ありがとうございます。すいません。こういう場でコメントするのは人生初めてなんで、はい、今みたいな形になりましたけども、はい、本当はもうちょっと力のある子です。そうですね、そうですね、はい、はい、もしかしたらコツとしてはもう少しマイクを近づけていただくといろいろと伝わりやすくなるかもしれません。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。初めてや言うてんのに、はい、すいません、はい、すいません。いろんなところにフラグみたいなのがあって、それを見つけるのも楽しく、はい、本当に絵も綺麗で、スタジオ 4°C さんの作品本当に好きなんですよ。もともと、はい、すごい好きです。 ありがとうございます。で、君夜当たりもうまいね親の顔が見たいわ何を言うと忘れました。スタジオ 4°C の作品がお好きというお話を、はい、今されていらっしゃいました、はい、映画を初めて見た感じ。そうです、はい、すいません忘れました。家族で見に行ったんですけど、はい、ゼロ号ね、はい、ゼロ号を見に行ったんですけど、本当に隣で妹がいたり、すごいおばあちゃんも母親もすごい見た後にみんな目が充血してるみたいな、みんな泣いて、なんか私もちょっと普段泣かないんですけど、映画とか見たりしてちょっと涙を流してしまいました。おばあちゃんに、一番喜んでいただいたのが非常に嬉しかったです。終わってからまだ涙が止まりませんと言っていただいて、まあまあ私たちの思いとは違う思い入れもあるんでしょうけども、おばあちゃんの涙顔を見て私も本当に感動しました。きっとご家族のいらっしゃる方は本当にご家族のことを思い出される。そんな誰が家族の話せよ、はい、もうそれ終わってるやろ、はい、もう家族いてんの君は。はい、世帯主でございます、はい、すいません。くそ、はい、ココミさんは作品の中で同じシークエンスの中で共通語も話されれば、そのまま関西弁に移られたりとかするととても難しい役だったんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。すごい難しかったんですけど、アフレコの時はもうさんまさんに細かくもう丁寧に指導していただいて、何回も何でしたっけ、ポチポチ、えトークバック、そうですトークバックで一回言ってみっていう感じで何回もセッションして、はい、いやそんな大変じゃなかったんですよ。大変でしたよ、はい、まあ、役的にはもうとんでもなく大変で、よくクリアしたなっていうやつなんですけど、彼女はやっぱフルートとか音楽がすごいんで、音符で覚えるんですよ、関西弁を。だから、ちゃうやんとか言ってくれって、ちゃうやんって言ったら、音符で覚えて、あ、行きますって言ってすぐもう、録音に切り替えて、ちゃうやん、オッケーっていう、全部音で覚えたっていう。一番驚いたのは、最後、マリアに謝りに行くシーンがあるんですけども、そこでね、俺がすまんそこごめんなさいじゃなく、カンニンナーにしてくれって、トークバックでカンニンナーって言ってくれって言ったら、ココちゃんが堪忍って何って言う。その子初挑戦でこのクリアを見せていた現場に、実は花井さんも一緒にいらっしゃって、お二人は一緒に撮っているシーンもかなりあったとお伺いしてますが、一緒に撮れたのは実はちょっと少しだけ。あ、そうなんですね。で、はい、
でも一緒に掛け合いをして、はいはい、あれはワイドショーの放送用やねんですツーショットは失礼しました。でもねあれちゃんと回してますから大丈夫です。あ、回していらっしゃいます。ちゃんと回してますんで。監督そういうこと言うなちゃんと回してごめんなさいね。フランスに流れてんの、見ようと思えば配信の方は海外でもご覧になれて、はい、ココちゃんフランス語いけるよなちょっとドボ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 。はい、ココミさんコメント大丈夫、はい、何も特に大丈夫ですか。フランス語のフランスの皆さんよろしくお願いします。すいません緊張しちゃった。準備してないです、すいません。ジュテームジュテーム、はい、すごい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 、ありがとうございます。ドボドボドボ、もういいと思う本日は、配信見てくださりありがとうございます。本当に初挑戦ですごい難しかったですが、皆さんのに助けていただき終えることができました。ありがとうございます。すごいさっきも言ったんですが神秘的な作品なので見ていただけたらなと思います。はい、今作ではあれ、はい、いわゆる劇版といわれる BGM のフルートも担当されてるんですよね。はい、はい、すごい本当に様々な、これもいいです、これもいいです、はい、そのフルートもいいらしいんです。これもいいです。俺はフルートの良さ分からないんでどの音がフルートかも分からないんですよピッコロは分かるんですよいやでも本当に役からそして劇版までご担当になられました。スルーされちゃったねフリーになるかそしたら朝やでキクリン。ニクコちゃんは私のお母さんだ。男に騙されては町から町へ、それなのに普通が一番いいのやで。なんでこんなに能天気なんやろ。ミスジに秘密の場所を教えっけさ。私はこの漁港が大好きで。二宮が気になる。もう別の町には行きたくないのに。ペンタペン、あ、ニッコちゃん、これこそはと信じれるものが俺のいっちゃん大事なものを模型にしてる。おめさんは生きてんだ。みんなそれぞれいればいいんだって。迷惑かけたって大丈夫ら。悲しい涙ね、ね、お母さん。タタタンタタタンタタタンタン。涙をこらえて笑ってる人は。キクリン。キクリン。大好きな君がただ笑って。生きてるだけで丸儲けの明石家さんまが日本中に笑顔を届けます。うちは肉子ちゃんみたいになりたくない。でもな、漁港の肉子ちゃん、キクリン追ってくれてよかった。似てない、似てるとも思わない。